エーサグレイはアメリカ合衆国の植物学者。19世紀のアメリカで最も重要な植物学者と考えられている。アサグレイと表記されることもある。北アメリカの植物分類学の知識を統一するのに尽力した。植物学に関するグレイの多くの研究のうち最も有名なものは北アメリカの植物学マニュアルである。この本は グレーのマニュアルとして知られており、幾度もの海底とアイザック・スピローグのイラストを加えて、現在でもこの分野のスタンダードである。ハーバード大学ハーバリウムニューヨーク生まれ、1831年に医学博士を取得したが、植物学のために医学を捨て、1842年にハーバード大学の自然史教授に任命された。1873年に退職するまで彼が住んだ。 建物は現在エサグレーハウスとして知られている。彼は多くの本と植物コレクションを大学に寄贈し、ハーバードに植物学科を創設した。グレーハーバリウムは彼の名にちなんでいる。彼は植物学者ジョン・トーリーの弟子であり、二人は協力して研究を行った。彼らは共同で北アメリカの植物賞を発表した。これはグレーの 初めての交換物となった。グレーはチャールズ・ダーウィンとの文通で多くの情報を提供し、彼の進化理論の発展を助けた。グレーの友情と最高の支持はダーウィンによって称賛された。またグレーはデザインがすべての生命に備わっているということをダーウィンに納得させ、信仰を取り戻そうと試みた。にもかかわらず、グレーはアメリカでダーウィンの忠実な支持者であり、 著作を集めた影響力のある本、ダーウィニアナを出版した。その中で当時の多くの人がダーウィン主義的な生物の進化とプロテスタントの正当的な協議が相入れないと考えていた時にそれらを結びつけようと試みた。また著名なダーウィン批判者であったルイアガシーとも議論を行っている。1984年にアメリカ植物分類学会は最高位の賞として、 エーサ・グレー賞を創設した。ストーニブルック港には彼の名を冠した住居が残されている。グライアノトキシンはグレーの名にちなんで命名された花ヒリの木から発見、命名された。エーグレーは植物の学名で命名者を示す場合にエーサ・グレーを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズにはエーサ・グレーに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズには エーサグレーに関する情報があります。ありがとうございます。